ってことは、まあ、ああ風風エアバイブ、ああ、え、次の回転でですですです。ああ、おお、キコーナチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、シーサでございます。さあ本日は今年2020年12月にいよいよグランドオープンを控えたお店、キコーナ川西釧路店さんやってきております。今日はですね、そのキコーナ川西釧路店の店長さん、七里店長に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、いよいよですね、はい、グランドオープンが、12月26日、はい、12月26日ですでしたね、はい。さあそしてこちらのお店なんですが、はい、設置台数の方は何台になっているんですか？設置台数が、総台数が504台、はい、でその中で、4円パチンコが216台、はい、1円パチンコが108台、20円スロットが180台で合計504台になっております。なるほど。意外なんですけど、はい、これだけ広いお店なのに、はい、504台っていうことはかなり広々としてる、広々とは感じですよね、はい、してます。さらにこの川西市にはですね、そのキコーナグループさん、この川西、釧路店以外にもですね、2店舗あるということで、そうですね、はい、ますますこの2020年年末からは川西市内のキコーナグループ盛り上がっていくんじゃないかと、いや、行きたいと思ってます。感じますけれども、なんかこの川西釧路店さんの推しといいますか、はい、まあ、このあたりは見ていただきたいなっていうところございますか？あ、それでしたら4円パチンコの、はい、で大工の源さんの伊田店、伊田店、18台、大工の源さん超伊田店18台、18台です、はい。で、北斗無双シリーズが、23台を、ラインナップとして入っております。当然第3章もありますよね、はい、もちろんあります。あ、これは楽しみ。そして、第1章といいますか、はい、初代の北斗無双ももちろん設置してあって、はい、めちゃめちゃ熱いじゃないですか。そうですね、そこは、時点の推しとして、はい、パチンコは展開させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。これはぜひ注目ですね。大工の源さん超伊田店、そして北斗無双シリーズ、パチンココーナー注目してみてください。そしてスロットコーナーは、さらにスロットコーナーが、ジャグラーシリーズが、総台数67台で、展開しようとしており、設置しておりますので、こちらを目玉としてやらせていただきたいと思います。67台また台数いきましたね。そうなんですよ、はい、めちゃめちゃ多いですね。いや、でも今ほら6号機がどんどん出てきて、2021年にはいよいよ5号機がなくなるというところで、結構こうお店の方向性も迷われている店舗さんが多い中で、しっかりうちはジャグラーシリーズこれだけ台数ありますよっていうのをグランドオープン前にお示しされたのはすごくいいことだと思います。いや、それは、はい、これはですね、期待していただきたいと思いますが、ちょっと気になることがあります。あれ、トミーさんはいないんですか？今日七里店長とトミーさんと3人でオープニング撮りましょうって言ってたんですけど、どこ行ったんですか？トミーさんどこ行ったんですか？いや、おおおお、あは、ちょ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 ジュリアナか、ジュリアナかすごくないですか？トミーさん、トミーさん浮かれてる場合じゃないですよ。まあ、グランドオープン控えて嬉しい気持ちは分かるんですけれども、はいはいはい、ちょっと距離が遠すぎてカメラに収まる、ちょっと見えてないですか？何言ってるんですか、はい、トミーさん、はい、降りてきてくださいよ早く。あ、分かりました、はい、ジュリアナが出てるかなと思ったんですけど。いや、もういつの時代の話ですか？すいません、ちょっと降りてきてください。じゃあ降ります。ちょ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 、おお、そんな能力あったんですか？でもみんな分かってますよね、はい、はい。というわけでいよいよトミーさん、はい、12月26日、はい、いよいよやってまいりました。キコーナ川西釧路店さんですね、はい、いや、今七里店長さんいろいろお伺いしましたけれども、素晴らしいじゃないですか。そうですね、もうグランドオープン前に方向性というか、もうお店の推しもしっかり決まっていて、決まってます。もうここぜひ見てくださいというのが、ね、ね、伝わったと思いますので、まあ、まさに今まだまだ工事中でして、はい、最終的にまだ完成に至るまでまだ時間かかるんですけども、はい、まあ、あのグランドオープン来ていただいたら、あ、こういうことかっていうのはですね、はい、お店の住所から分かるようなそういう仕掛けになってますから、はい、おー、これはぜひ楽しみにしていただきたいですね、はい。さあそして、はい、もちろん今日はただグランドオープン前のお店に来たわけではありません。そうですね、はい、打ちましょうよ。もちろん打ちましょうよ、はい、何打ちましょうかね、今日せっかくさっき超伊田店がおすすめジャグラーシリーズがおすすめって言われてたんで、はい、
なんかそのあたり、そうですね、そのあたりも考慮してやっぱり冬のソナタはどうでしょう。ちょっと待ってください、はい、何を考慮したら冬のソナタって言うんですか。まあ確かに冬のソナタ、フォーエバーですよね。そうですね、まあ、確かに話題の寝台ではありますけど、ですので、まあ、そのあたりをいち早くお伝えできるわけです。ちょっと待ってください、はい、さっき北斗無双シリーズとライクの原産超伊達店が設置台数が多くて注目ですよっておっしゃってくださったのに、はい、冬ソナフォーエバー何台ですか。4台です。もう完全に個人的な趣味です。まあまあでも冬ソナもね、これからもしかしたら人気に火がつく可能性もありますし、そうですね、やっぱり昨今にしては珍しい王道スペックのミドルタイプということで、もしかしたらいいかもしれないですね。ですね。じゃあ今日は冬のソナタフォーエバー打っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあというわけで冬のソナタフォーエバー、はい、打っていきましょうか。いきましょう。ミッションはお互い各辺大当たりを引くまでです。わかりました。よろしくお願いします。お願いします。いやー、やっぱりいつの時代も冬のソナタは冬のソナタですよね。ですね。なんかこの打ち始めた瞬間の安心感と、はい、最新台なのに懐かしさを感じる、はい、なんかこの液晶、そして今回その演出面もですね、まあ、非常にこう初代から変わっていないというか、はい、もう本当に最新台なんですけど何も難しくない、うん、まあ、さらにこう大当たり確率も王道のミドルタイプで約319分の1でしょ、はい、で各辺突入率が 60%、はい、で、まあ、図柄揃いは全て10ラウンドもらえますと。そうですね、はい、で冬空といえば2ラウンド大当たりが今回ありますということで、まあ、そこからの各辺というルートがあるので何も心配なく打てるというか、そうですね、もう冬ソナでしょっていう感じの台ですね、はい、まあ、これにプラスして言うならばこれに U タイムがついたというところですよね。そうなんですよ、U タイム、低確率950回転消化で、U タイム1200回転の時短がついてきますということですね。それぐらいのもんでしょう。あとは演出が 3D の演出が追加されたので、まあ、めちゃめちゃ立体感のある演出が見れるというところですね。だから今までの流れをしっかり踏襲しつつも、はい、今の時代にもしっかり乗ってるっていうね、うまいバランスかなと。さあ、そしてまあ今緑保留出ましたけれども、まあ、バスの色もね、赤系そしてゼブラ色といった感じで、わあ、もう一緒やな。はい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 、まあそうですよね。で、まあキャラ系のリーチに行くか実写系のリーチに行くかで、この辺りもね、まあ、キャラ系のリーチ弱いですけれども、まあ、後半発展でチャンスだったりとかですね。一緒じゃないですか、一緒じゃないですか。木倒れるリーチ、はい、木倒れるリーチ一緒ですね。でこれですね、後半発展になれば、はい、はチャンスというところでしたけどね。あ、本当だ、雪がすごい、雪のちらつき方がすごい、めっちゃ 3D になってる。それがカメラで伝えられるかどうかあれですけど、そうですね、いや、ね、これはすごいですよ。雪の降り方が今降雪中なんですけど、はい、雪の降り方がめちゃくちゃリアルです。でさっきキャラ系のリーチ行きましたけれども、まあ、リーチはもう基本的にキャラ系のリーチ、キャラ系の、まあ、後半パートまで行くリーチ、そして実写系のリーチですね。であと鍵を握るのがそのやっぱり冬ソナといえばポラリスありますよね、ポラリス役もの、まあ、この辺でも今回こう先読みがあったりとか、まあ、激アツの演出があったりとかしますということですね。あ、トミさん今気づきました、はい、保留8個ですね。8個保留ですね。8個保留です、はい、あれトミさんこれ4台で足ります。まあ当たってないんですけど、これいいっすよ、これは面白い。いやそうですね、今までご用意されてた方も安心して打てるし、はい、まあ、私なんかあんまり触らなかったですけど、はい、今これで打ってて、はい、いや安心して打てるっていう、なんだろ う、 そうです、ね、楽しいですし、なんかもう最近複雑な機会も多かったので、そう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 です、このシンプルさがなんか、うん、
なんかすごくよく感じますね。しかも安心感っていうのは各編に入れば次回大当たりまでもちろん続くし、当たれば10ラウンドもらえるでしょ、うん、いやそうそうそう、この安心感ですよね、当たったけども3ラウンド4ラウンドの大当たりでその後突破しないといけないというものじゃないんで、しかもですよ、しかもですよ、トミさん、すごいのがちょっとこれですよ、見ていただきましょうか。ここ通常図柄でも100回転200回転300回転949回転の時短があるっていうところですね。これはめちゃめちゃいいですよ。はい、でもちろん振り分けは100回転がほとんどだと思いますけど、まあ、200、300まれにあるってことですからね。そうです、選ばれるだけでもだいぶ助かりますからね。やっぱちゃんとブラッシュアップされてますよね、スペックもね。そうですね、にぎやかになりましたね。はい、おお、次回予告マルシアン大雪中続いた。あ、これは結構強いんじゃない、キジさんでタイマー出てきた。あ、金、なんか金の船がいる。お、しかも降雪中なんで多分ここ当たれば確変ですもんね。軍予告、おこれは8図柄ですけど多分当たれば確変になると思います。持ってる。で今ポラリスチャージ中と出てますね。これが金まで行くとまた強いんですよね。ああ、すっごいこの立体感、これですよ。懐かしい、トミーさん。でなんかちょっと泣きそうです。懐かしい、懐かしい。うわー、久しぶりに聞けますかね、あれが聞けるのか。軍予告も出てますから、いやこれちょっとこれ大チャンスですよ、軍予告ね。さあどうだ、あーいい、この煽りいきますよ、いきますよ。4-5-2、あれ4-5-2やないの、復活あるんじゃないですか。うわいやドキドキしました。いいっすねやっぱりね、いいっすね。さっきのは欲しかったな。いやーいや、かなり熱いリーチだったと思います。で今のが軍予告があって、さらにまあタイマー予告も入ってて、そしてこのポラリスチャージ予告も入ってたんですよね。でポラリスチャージ予告が赤までだったんですよ。 あれが金までいってるとメガポラリスギミック発動の大チャンスだったということですね。うわー惜しい。あー、いやいいっすねやっぱりね。いつの時代も冬ソナ、冬ソナですね。ちょっと冬ソナに夢中で、はい、大事なことを聞き忘れてました、トミーさん、はい、トミーさん、あの今日はこのキコーナー川西釧路店さん来てますというお話はオープニングしましたが、はい、26日グランドオープンでしょ。そうです。会員募集するんですか。します、もちろん。いつ頃からその会員募集開始される予定なんですか。12月19日の土曜日からですね、24日まで。あ、はい、その時に整理券を配るかどうかというのはまだ決まってない。優先入場抽選券をお配りします。優先入場抽選券をちょっと面倒くさいので、まあ、簡単に言いますと、はい、当日はあの抽選になりますので、入場抽選になりますので、はい、まあ、その抽選を受ける権利を得られるというような形ですね。なるほど。じゃあグランドオープンの12月26日は、はい、朝いきなり来ても抽選が受けれないそうですってことですね。その会員募集を経て、なるほど、券を取っていただいた方ののみ抽選させていただくという形です。はい、なるほど、はい、ってことはグランドオープンお越しになりたい方、ぜひあのこの気候な川西釧路店さんの会員にまずはなられてください。はい、
グランドオープンに関してはそのような流れになります。そうです、まあ、あと詳しい日程とかお店の動きについては動画の概要欄の方にもあの URL 貼っておりますので、まあ、そちらでいろいろ PR となり、まあ、お店の公式ツイッターなりで確認していただけたらと思います。はい、あとお店の外を見た感じだと結構駐車場も余裕がある。そうですね、ですかね、はい、しっかりこう台数もしかも、まあ、離れにちょっと離れてるところに立体駐車場をしっかり構えてますので、はい、あ、じゃあ、まあ、グランドオープンということでもしかしたら多くの方が車で来られる可能性がありますけど、はい、まあ、駐車場の心配もいりませんよと。そうですね、よっぽどじゃない限り大丈夫だと思われます。そこは、まあ、弊社には珍しくしっかり駐車場あるという珍しいんですか。いや結構どこも立体駐車場を持ってらっしゃるイメージですけどね、まあ、あるんですけどやっぱそのカバー率って言いますか、はい、台数に対しての駐車場台数って大体やっぱそうですね 70% 以上ないとちょっとしんどいのかなというところはありますね。あ、まあ十分こちらの釧路店さんはまあもちろんあの、ね、駅地下だったりとか、証券事情はありますから、そうですね、川西市内のお店やっぱ結構車で来られる方がね、そうですね、多いですね、多いでしょうからね。保留はどうですか。 SPSB ですね、 SPSB。 おー、あ、軍用国今度当たってくれ、しかも確認図柄。ブブ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 ブ、まだまだ何もないです。これ今雪降ってるんで、あ、おー、記憶のかけら、お互いありますよ。すごいすごい、ちょっとまだ演出的には強いのないですけど、富さんの枠横くん、そしてこっち、おー、おー、だー、ビーグラー、気持ちいいですね。いやー嬉しい、やったー、いやーめちゃめちゃいい当たり方、これはハマるわ、素晴らしい。いやいや、ちょっと聞かせてください。ごめんなさい。いやいいなー。いやいいですね。で、何がいいって学園入れば次回の大当たりが約束されてるっていうところね。当たり前の話ですけど、この安心感。そう。で、あの小さい細かい当たりないですから、うん、もう図柄通り10ラウンドっていうね。ああ、もうそのまんま。嬉しいな。一緒に行きましょうよ。行きましょう。ああ。いや気持ちいいな。でまたストーリー見られるわけでしょ。そうですそうです、これがいいんですよ僕、はい、これで最初ストーリーを見ましたもん。なるほど。いやでもこれアタッカーの拾い方もありますんでめっちゃ消化は結構早いです。あ、いいですね。私はどうですかね、まあ、おなじみでいきましょうか。まあまずはそうですね、はい、いろいろ見てみたいですけど、あーいいな、あーこんなこんなで発展したらほぼ当たりですからね。そうですね、だから偶数図柄が転廃した時はもう発展しないことを祈るしかないですね。やっぱりなんか偶数ほどしれっと当たりおるんでね。そうですね、はい、あ、外れろ、発展しなければ大丈夫、止まれ止まれ止まれ、ああほぼ実写でしょ。でもそこで図柄が変わることもあります、ね、ああそうそうそう、頼むで、あ、まあ大丈夫かな、いいよ外れていいよ、あー、
初代は外れて復活したら格変濃厚とかあったような気がしましたね。まあ、まだ分かんない。そうですそうです。こうそう、これがまた楽しい方、これが楽しい方、楽しかった楽しかったですね。ああ、ワンセット。なんか早まるんかい。大当たりラウンド中か大当たり後に逆転パターンがあってもおかしくないですけどね。そうですね。あとトミーさん、はい、すごく意味のある当たりですよ、チャンスタイム。あ、そうですね。どれが振り分けられるのか。そうですですね。ここがだからまたこの王道のスペックのいいところですよ。単発図柄で当たってもこの後時短がついてくるっていうところですよね。それこそ300回転なんか引いたらまあ当たり引けるやんかって話ですから。そうですね、かなり期待できますよね、はい、やっぱり最近はこうラッシュが終わると左打ちに戻してくれ、左打ちに戻してくれ通常に戻る台が多いじゃないですか。通常図柄で当たってもそこから時短なんで絶対聞きたくないそれ、絶対聞きたくないですよね、うん、それはありませんので、はいはい、いやでも大当たり消化早いです。あ、本当ですか。はい、体感すごい早いです。あ、できればゆっくりストーリーを見たいぐらいですよね。多分200、300選ばれた時はその100回消化後にプラスされるんじゃないかなと。あ、なるほど、思います。いきなり300っていう出方じゃないってことですよね、おそらくですね。延長延長みたいな、その辺も分かんないんで出していただけたら非常にありがたいで す、ね、とはいえですよ、まあ、はい、格変ワンセットでもうすでに、はい、3000発ぐらいは出てるわけですよ。そうですよね、1500個で、はい、そう考えると今の他の機械、はい、荒々しい機械と比べるとやっぱ安心感はやっぱ大きいですよね。そうですね、最低でも1500は出てくれるっていう感じですからね。かける2回ですから格変だったら。そうですね、でちなみに950回転消化で U タイムという話しましたが、定格率950回転なので950引くこの時短回数ですね、通常回すのは。だから300とかが選ばれた時はそこで当たりが引ける可能性があるだけじゃなくて、うん、その後 U タイムまでの通常回転も短くなるということです。おお、また軍予告、 SPSP からの軍。え、いや、そんな安っぽくはないでしょう、軍は。期待していいんじゃないですか。すごいですね、なんか今日調子いいですね、いいですね、トミーさん。前回の汚名返上ですか。おー、赤やばい、行ったやろこれ。赤はあんまり出らんよ。あれ、私ってダメですね。いやいや、復活あるんじゃないですか。ってことは、まあ、風、エアバイブ、あ、え、次の回転でです、なんだそのだ、多分そうですよね、ですよね。今の軍は、何ですか、先読みだったんですか。ちょっと、すごい展開、しかもまた格変じゃないですか。ですよね、ピンフラなんで格変ですね。いや、トミさん、これ、めっちゃ好きになるんじゃないですか。いや、これは打ちたい、これほんまに打ちたい、これめちゃめちゃ楽しいですね。いや、めちゃめちゃ楽しいです。打ちたいし打ってほしいですね。あ、これがだから今の初代予告ってやつです。かっこいい、今のかっこいいですね。初めて見ました。あの注目演出の一つ、初代カットインですね。こちらです、今トミーさんが出された演出が。結構わかりますね、これカットイン分かりにくいかなと思ったら音も、ね、出ましたんで。っていうか初代のものが多いので何が初代か分かんないですけどね。あ、金、
3曲です。何回言わせるんですか、何回やるんですかそれ。うわー面白い、いやー羨ましい。やっぱこれ時短ってすごい大事ですよね。大事ですね。各編終わって時短が来るんですもん。やっぱ時短ってすごい、まあ気持ちをリセットする時間でもあると思うんですよね。はい、そういう意味では非常に大事ですよね。大事ですね、そう時短ってワクワクできますからね。そう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 、ダメ元っていうのもありながら。そうです。うわー嬉しい、すごい。これで3回目ですかね、お渡りが。そうですね、まあもう4回が確約されてると。そうですね、4連チャン、これで6000発ですよ。なかなかのスペックじゃないですか。はい、じゃあちょっと変えます。はい、アイモード、アイモードいきます。アイモードってありましたよね、ドコモのあります。ついこの間サービスが終了しましたけど。いわゆるガラケーの走りですね。あ、恋愛、あ、そうです、はい、アイモード、アイモードです、はい、あーそんな感じなんだ。あ、いいな、色がまたいいですね。またいいですね。ちょっと心が落ち着く色ですね。気候なカラーです、気候なカラー。あ、そうですね、はい、オレンジの、そうですね、はい。あ、やばい、やばい、おお調子いい。必殺技を使わせていただこうかなと思いますので、ちょっとお待ちください、はい、お待たせしました。ちょっとね、トミーさんに先に当たりを行かれていい感じで確変消化されてましたけど。